今日はね、ちょっとアロエを殺してしまったヒカキンに物申したいと思います。そもそも、アロエだって命があるわけだから、そうやってね、ね、粗末にしちゃいけないんだよ。ちゃんと育て方をしっかり研究してね、アロエを育てて、ね、命を無駄にしないようにするべきだと思うよ。な、何の研究もせずにアロエを買ってアロエの命を潰す。そういう、ね、横暴なことが許されるんでしょうか、本当に。ねえ、いいよ、そんなことして。な、アロエだって生きてるんだよ。アロエだって生きてるんだよ、本当に。その現実から目をそらしてる。まあ、よくないと思う、ヒカキンさん。まあ、もっと研究して、アロエってどういう風に育ったら、しっかり成長するんだろうかみたいなこと、しっかりせえやね。研究してよな、アロエを育てるべきだとは思う。なんだ、ほんと、アロエが消滅しましたとか。まあ、まあ、まあ、気軽に言って。いいよ、そんなんで。まあ。な、人間っていうのは大声だよ。なあ。金魚は死んだって悲しまず、金魚は死にましたって普通に報告したりよ。生き物は全部生きてんだよ、植物だって。なあ。植物の命も人間の命も平等なんだよ。何言ってんだ、ほんと。ああ、君たち。わかった。そうやってよ。そうやってよ。なあ、植物の命ばっかりは見下してよ。なあ。そうやって殺すだろよ。あの世初めから買うんじゃねえよ、マジで。なあ。わかった。そうやって植物の命を無駄にしたりする行為をするなら、なあ、最初からアロエなんて買うんじゃねえよ。アロエかわいそうだ、こうやって潰されて。ヒカキン信者みてえにゃ、こういうよ。なあ、ガキンチョ？ガキンチョみたいにこういうよ。ちゃんと物を育てられねえ大人よ。変わってよ。植物やさ、ミドリガメとかよ。そういう生き物は大体よ、命が奪われ。なあ。なあ、そして、もう死んでしまってゴミ箱にポイだ。なあ。わかってんのか、ほんとに。なあ。お前らよ、どんだけの命をよ、無駄にしてきたか、わかってんのか、ほんとに。なあ。わかってんの、ほんと、どんだけの命をさ、粗末にして滅ぼしたか、人間がよ。そういうことを知ってよなよ、アロエとかいうのを購入すんだよ。わかったわ、ほんとによ。たわけよ。わかってんのか。ね、そういうことを知らずによ。かわいそう、かわいそうって、かわいそうで初めて買うんじゃねえよ、この野郎。バカ。ちょんちょんたわだ。意味がわかんねえよ、いち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 。なんなんだよ、ほんと。ああ、もうむしゃくしゃする。アロエがかわいそうだ。アロエかわいそう。かわいそうすぎるだろ。へっ。